阪急17京都線朝ラッシュ時のダイヤです。淡路駅到着順で表示してあります。詳細については以下の通りになっております。列車がですね、普通、急行、通勤特急、境筋急行、準急とありまして、これがですね、15分間の間に7から8本運転しております。阪急17京都線の車両運用表です。今回は16本稼働しております。詳細については以下の通りになっています。平日のですね、朝ラッシュ時にですね、準急の運用があります。本来はですね、この当時茨城始発梅田行きの準急でしたが、茨城市駅をですね、設定しておりませんので、高槻始発になっております。